皆さん、こんにちは。レックセン講師の池永です。今日は皆さんのお時間を少々いただきましてですね、土地価格調査士の本試験における土地書式の特にですね、計算の部分についての傾向と対策、そして2022年合格目標の土地価格調査士計算特訓講座についてのご紹介をさせていただきたいと思います。それでは画面を切り替えます。 はいということでございまして土地株調査士本試験土地書式の傾向ですねえ本試験の土地書式は座標計算にも重点を置く傾向が明確になってきておりますよねえ例えばですね令和2年の本試験における座標計算というのはどんな内容だったのかというとなんと10年ぶりに出題された平行移動の座標変換が1点そして長方形の面積を利用する幾何学的な計算が2点という形で出題されました 次に、令和3年ですね、直近の本試験ではどうだったのかというと、放射点計算。まあ、これはね、出題実績が非常に多いところでございますけれども、放射点計算が1つ。そして、なんと、15年ぶりに出題された、積み切り計算が1点。それから、降点計算が2点という形になっていました。座標計算の点数もですね、令和2年の3点に対して、令和3年は4点と、増える傾向にあります。また、 10年ぶりとかですね、15年ぶりという出題が目立ってきているということも言えますよね。はい、というわけで、えーまあ、座標計算にも重点を置く傾向というのは今後も続くだろうなというふうに考えるのが妥当だろうと思います。はい、で受験生の皆さんの声というのもですね、えー、いろんなところから私の耳に届いておるんですけれども、例えばね、これ、丸1ですね、えー。10年ぶりとか15年ぶりに出題された座標計算にもしっかり対応できるように学習したいという声、えー、やはりあるようですね。 それから次、丸2番ですね。他の受験生よりも素早く確実に計算できるように練習したいという声もあるようです。では、あ土地価格調査資本試験座標計算の対策、まあ、その1としまして、ですね、こんなことをどうでしょうか。はい、○1 番、何年も出題されていないような座標計算に対応するためにはどうしたらいいでしょうか。はい、数十年にわたる土地価格調査資金で出題された数多くの座標計算の中から、 出題実績の多いもの、出題可能性の高いもの、こういったものを中心に様々な座標計算をマスターして確実に回答する知識を手に入れましょう。次ですね、えー、丸2番としましてはあ、他の受験生よりも素早く確実に計算できるようになるにはどうしたらいいでしょうかということですね。こちらについては関数電卓の複素数計算モード一択と言ってもいいでしょう。 関数電卓の複素数計算モードについて座標値の計算そして、検算座標法による面積の計算そして、検算、はい、ここ大事なのはですね座標値についても面積についても計算するだけではやはりちょっとあやふやです、ねえー、座標値計算したら計算しっぱなしとかね、えー、座標法による面積計算も計算したら計算しっぱなしこれだと間違っていた時にどうするのかっていうところで非常に厳しくなってきますよね やはり座標値の計算をしたらすぐに検算。座標法による面積の計算をしたら、やはりすぐ検算ということですよ。まあ、こういったですね、一連の操作をマスターして、他の受験生よりも素早く確実に計算する技能を手に入れてはいかがでしょうか。はい、というわけでございまして、レック2022年合格目標、土地価格調査士、計算特訓講座、講座概要、各回約2時間30分の収録講義が全7回ということになっております。 で配布するテキストが2冊ございまして、ですね、まず丸1番、計算特訓テキスト、通称、計算特訓本なんていうものがあります。それからもう1つ、丸2番、計算特訓テキストの複素数計算モードというテキストもございます。はい、この2冊が配られるんですねで。そのテキストについてもちょっとご紹介をさせていただきますと、まず丸1番、1冊目の方ですね、計算特訓テキスト、計算特訓本と呼ばれる方ですね。こちらの方は、 平成初期から令和3年までの本試験で出題された様々な座標計算の中から学習すべきものを抽出し、解放別に整理して掲載したものです。重要知識のおさらい、そして基本アドバイスなどを掲載し、基本的な知識や関数電卓の操作の基本も確認できるようになっています。 はい、じゃあ、ですね、えー、ちょっとまた画面を切り替えまして、えー、この計算特訓テキストの計算特訓本というふうに呼ばれる方ですね、えー、こちらの方の最初の目次のページをちらっとお見せしましょう。はい、こちらが、計算特訓テキストの計算特訓本と呼ばれるものでございます。 はい、でパラっとめくっていきますとです、ね、えーまあ、表みたいな、ね、表形式のものがこう出てきておりまして、この表形式のものが実は目次なんですね。例えばこちら、ローマ数字1の2の座標法による面積計算、えー、問題が3つ載ってて、何ページ、何ページ、何ページとかって書かれてますよね。はい、で重要度なんかも書かれています。その後、中点とか内分点が出ていたり、平行移動の座標変換ですね。これは令和2年に出題されましたよね。令和2年に出題された平行移動の座標変換なんかも当然載っています。 さらにページを進めていきますと、目次がまだ続くんですよね。はい、目次がありまして、例えば直線上の点、同一直線上にある1点の座標値の計算の仕方、まあ、これだけ出題実績があります。それから放射点計算、これも非常に出題実績の多いところですよね。まあ、ご覧になってお分かりの通り、もう直線上の点というね、急、え、跡、ー、の仕方について、これだけ種類がまとめてある、急、え、跡、ー、解放別に整理がされているということですよね。はい 放射点計算に続いて、今度はアークサインとの組み合わせ、予言定理との組み合わせなんかも出ております。さらにページを進んでいきますと、ですね、ちょっと難しい、どっちかっていうと難しい方のセットバックとか炭切りですね、えー。令和3年に出題されたみ切りなんかもこちらにちゃんと載っております。それからトラバスなんかも、ね、載ってますね。えー、そして、やはり同じように出題実績の多い2直線の交点計算なんかもこれだけたくさん載っております。令和3年に出題された問題もこちらの方に、ね、載ってます。 その他、機関学的な応用的な問題なんかもね、こんな風に載ってるわけでございます。まあ、こうやってご覧,入れご覧に入れてお分かりいただけましたように、旧、えー、石解放別、座標値の計算方法別にですね、さまざまな都市の問題がこうやって載ってるんだということになります。で、またですね、これは単なる問題集ではなくて、基本的な知識や関数電卓の基本的な操作法についてもですね、えー、きちんと学べるように配慮がしてあります。例えば、 方向角のおさらいですね。やはり方向角についてきちんとした理解がなければ、座標値の計算はおぼつかないわけですけれども、そこら辺についてもしっかりおさらいができるようになっています。えー、基本、逸ず逆向きとかね、そういったところ、あやふやなあ方もいらっしゃるかなということで、こういうことをきちんと用意しています。はい、まあ、こんなような内容になっております。 はいというわけで、えー、1冊目のテキストの計算特訓本というのは、まあ、こういうものですよということですね、えー。先ほどもお話ししたように、解放別に整理して掲載してありますよ。基本的な知識や関数電卓の操作の基本なんかも確認できるように配慮がありますよということですね、えー。このテキストをぜひ利用していただきたいわけでございます。さらにもう1冊配られるんですよね、えー。計算特訓テキスト、複素数計算モードというものでございます。 はい、この複素数計算モードのテキストは、ひょっとすると別の映像で皆さんにお目にかけることができるかなと思いますけれどもね、この計算特訓テキストの複素数計算モードについても、ここでご説明をさせていただきますと、REC はです、ね、2006年、まあ、平成18年、まあ、今から16年前ですかね、ざっくり今から16年ほど前、から他社に先駆けて複素数計算モードの講座を提供しています。 複素数計算モードについてレックには16年の実績があるということですね。そしてこの計算特訓講座で提供する複素数計算モードのテキストは16年にわたる講義の実績そしてこれまで排出してきた数多くの優秀な合格者の皆様と議論切磋琢磨してきた内容がギーっと凝縮された内容になっております。 さらにもうちょっと続きがありまして、ですねこの複素数計算モードのテキストなんですけれども、具体的には基本的な操作法、やはり、ね、複素数計算モードっていうのは特徴的な、ね、操作が必要になってきますから、その基本的な操作法、しっかり載っています、えー。そして複素数計算モードを用いた座標法による面積計算、変調計算、平行移動の座標変換、放射点計算、アークサインとの組み合わせ、予言理との組み合わせ、センターバック、墨切りなどなど、いろんな計算が載っています。 複素数計算モードだとこうするといいんですよっていうねやり方がしっかり載っています。さらにです。一般的には複素数計算モードとの相性があまり良くないとされる好転計算、2直線の交点計算のことですよ。この交点計算についても複素数計算モードの解き方をしっかり掲載しています。はい、でただ載せてあるというだけではなくて複素数計算モードとの相性がバッチリの交点計算の方法を載せています。 まあ言葉を変えて言うなら、無駄なメモリーは一切使わない。無駄なメモリーは一切使わずに、工、え、転、ー、計算ができる方法というのをね、えー、紹介しています。はい。というわけでございまして、REC 2022年合格目標、土地格上士計算特訓講座を利用して、ぜひとも、合格の栄冠を勝ち取ってください。はい。というわけでございまして、えー、今日のお話は以上でございます。最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。